スキャンファールは、アメリカ合衆国のヒューズやクラフト社が開発した3次元レーダー、システム。アン、SPS-32 創作レーダーとアン、SPS-33 追尾レーダーによって、構成されている。これらはいずれも、電子操作アレイアンテナを採用しており、非常に野心的かつ先進的なシステムであったが、信頼性とコストの問題を克服できず、2セットが配備されたのみで、 それらも1980年代初頭に撤去された。捜作レーダーであり、横40フィート縦20フィートという横長のアンテナ4面を上部構造物の周囲に固定式に設置していた。これらのアンテナは36枚のパネルを18列に配置しており、1100フィートの片側給電、波状同軸ケーブルによってタップに接続されている。当時、 艦隊に導入されつつあった、同射性の案、SPS-39 では、同波間が用いられていたことを考えると、このように同軸ケーブルを採用していることは、画期的なものであった。ビーム操作は、周波数操作方式によって行っている。追尾レーダーであり、横20フィート縦25フィートという、わずかに縦長のアンテナ4面を、上部構造物の周囲に固定式に設置していた。 こちらは、不要角方向の操作は周波数操作式だが、方位角方向の操作は位相操作式としており、ペンシルビームを迅速に試行することができた。両艦とも、1980年から1981年にかけての改修で、本システムを撤去し、艦隊で一般的な回転式レーダーを搭載している。ありがとうございます。